Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。阪神競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに両で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはアイアンミラーです。隠居会心。その後ろでありましょうか。テロハント、ゼータカビゴンタイム。これがしんがりであります。第4コーナーの橋を渡って、あとは長い直線です。ポリータイキックはまだ後方、ようやく追い込み体勢。アスカスクリーン、それからセガの手のひらの上。先頭はアイアンミラージュ。頑張る頑張る。外から懸命にプラリネ。3番手にラフィアンロック。先頭はアイアンミラージュ。オレンジの帽子プラリネ、ラフィアンロックが3番手。プラリネも懸命に追う。プラリネかわして先頭に立った。ポリータイキックが3番手。ポリータイキックが2番手。ポリータイキックかわして先頭に立った。1着ポリータイキック。第1レース、1着8番、2着1番、3着11番以上のように確定しました。プレミアカップ3000メートル、まずまずのスタートを切りました。先行するのは何か。クマロンセイバーが先頭に立ちました。そして2番ガエンディアバレラ、それから離されまして1番スノーロック。依然先頭クマロンセイバーであります。その後ろ3馬身くらいあってガエンディアバレロ、外から1頭ゴキブリ大嫌い、それから足毛の馬体ベルセフォネ EPS がかわしていきました。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。テレプスコーラはまだ後方。テレプスコーラピンチ、外から懸命に鉄銀ね EPS 先頭、ピンクの帽子レイアートロジックまだ先頭 EPS 外から鉄銀ね1着 EPS 2着鉄銀ね。第2レース、1着7番、2着3番、3着13番以上のように確定しました。
プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはグリーンランド、機嫌よく行っているのかどうか。そして一番人気のヤラック、なかなかいい感じ。ちょっと離れて6番ブラックマヨマーなんであります。さあ問題は直線、問題は直線473メートルであります。グリーンランド先頭、このままで行くと大波乱になると。3番ラバーズディダイヤ、2番手にドヨハルバイス、ドヨハルバイス先頭に立った。そして外にアレクサンドロス、それからスパイシードラ、先頭はドヨハルバイス、2番手にスパイシードラ、先頭はドヨハルバイス、外から懸命にスパイシードラ、3番手にアレクサンドロス、1着スパイシードラ。第3レース1着14番、2着11番、3着5番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはアリアリの実、7番サブチャミ一撃、外を通ってレオンドボーテ、そしてもう1頭スカイレインボー、それからリヴァイアカーマン、チンガリまで下がりました。そして一番人気のアリアリの実、うまくいっているんではないでしょうか。その外スーッとヒロインが上がっていきました。さあ全国の頂点を極めるのは果たしてどの馬だ。ヒロイン先頭独走になっている、内から懸命にロードプラチナ、先頭ヒロインサブチャン一撃、そしてスカイレインボー、12番ロードプラチナ、まだ先頭ヒロイン、1着ヒロイン、2着スカイレインボー。第4レース1着2番、2着6番、3着17番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはユルトック、その外1番ロックオーラ、内を通ってスルスルとライジングザフィエルが上がっていきました。その後ろ5馬身くらいあってラルトス、レオンドドンパがかわしていきました。この辺りちょっと離れている14番バスカ、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。メタルビルドはまだ後方、メタルビルドピンチ、2番手にバイキングザフィエル、11番ジュノプリンクエル、先頭ミルクック、ミルクックが5馬身リード、外から懸命にジャンプジャンプ、2番手にバイキングザフィエル、変わったか変わったか変わった、バイキングザフィエル先頭、1着ジャンプジャンプ、2着バイキングザフィエル。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に8番、7番、14番、2番、5番以上のように確定しました。